はいえー、皆様、えー、こんばんは。えー、松戸市の、えー、静香ゆうです、えーえー。9月18日金曜日、えー、本日の松戸市の新型コロナウイルス感染状況について、えー、ご報告をいたします、えー。本日ですね、松戸市においては、えー、新たに4名の方の感染が確認されました、えーでですね。こちらで千葉県公表の松戸市在住の感染者数、こちら356名になっております。 でなお、千葉県以外でですね、自治体で公表された方が10名と、千葉市と船橋市で各1列公表されておりますので、松戸市在住の感染者数の合計はですね、368名となっております。明日からですね、4連休といった形にはなりますけれども、くれぐれも皆様方、感染拡大ですね、予防の方を徹底していただければと思います。 えー、それではまた、えー、明日お届けいたします。本日は以上になります。失礼します。